階段アミーゴ。ちょっとなんだから。何よ。いや、僕のお友達から聞いた話でおもろっと思ったんですけど、そいつずっと僕のことを嘘つきって言ってたんですよ。もう僕の友達の中で唯一、まあ、お化けはいません、まあ、ヤスまたなんか変なこと言ってるわみたいなやつだったんですよ。そいつからちょうど1年は経たないかな、ちょい前ぐらいに、お前最近ちょっと階段喋ってるだろって言って、ちょすげえ話あるから聞いてくれよって言われて、すっごい期待したんですよ。何って言ったら、その子去年その、まあ、年末に、神社にこう行くじゃないですか。一番最初に1月1日にあれなんて言うんだっけ、初詣。そうそうそう、今全然出てこなかったんですよ。嘘でしょ。初詣が怖い。嘘でしょ。もうさっきまで出てたんですけどね、なんか初詣出てこなかったっすよ今。怖っ。で、初詣に僕と行ってる神社が一緒だったんですよ、うん、神社とか神宮が一緒で、うん、まあ、その場所を言わない方がいいのかな、まあ、まあいいか、まあ、僕のおばあちゃんがお世話になった普天間神宮ってとこなんですよ、うん、はい、で普天間の神宮に行ってて、よくそこでも会ったりしてたの、小学校の頃から。お、お前らも来てたんだみたいな。そしたらその日家族がちょっと何人か行けないから、あんた友達と行くんだったらこれ持ってってくんないって言って、家族の車につけてたお守り、神宮で買ってる家族全員分のお守りを袋に1個に詰めて、これを持ってって返してきてほしいって。で家族はまたバラバラでまた神宮に行って、お前一緒に行くから、あんた先行くんだったら持ってって友達と行くんでしょって渡されたんですって。で分かったって預かって、夜の夜とか朝方っすね、誰もまだ神宮の方に来てない2時とかの時間に、もう日明けてすぐぐらいにもうサクッと終わらしちゃおうと思ったらしいんですよ。でも行かないと親に怒られるしみたいな。で本当神宮の前に車パッと止めて、自分の車からさっさって外して、でまた後日家族と来た時に新しいの買えばいいやっつって、でみんなの分まとめて、こう鳥居のくぐってすぐのところにこう返すところがあったらしいの、収納箱みたいながあって、で、あ、そういえばおかんが何か言ってたなと思って、あ、そうか、なんか、今年は家族誰も事故りませんでした、お世話になりましたって言いなさいって言ってたなって思って、その袋を中に入れて、まあ、家族が、誰も事故にも遭いませんでした、今年ありがとうございました、お世話になりましたって言ったら、その箱の中からはいはいって聞こえたらしいんですよ。で、そいつは、え？って言って、周り見渡して、嘘？って言って、箱の中も覗いたらしいんですよ。まだ新しすぎて、僕らの自分たちのものしか入ってない状態で、え？はいはいって言ったよねっていう。で、気持ち悪って思うよりは、おもろって思っちゃったらしくて、で、そいつ、念のために、来年もよろしくお願いしますって言ったら、はいはいって聞こえて、急に怖くなって帰ったらしいんですよ。いや、もうその話聞いてもう僕爆笑だったんですけど、そいつはマジで怖いから、誰もいない真っ暗な神社の目の前の収納箱からはいはいって怖くないって言われて、おもろいって言ってもらっていいって言って、どうぞって言われて、ありがとうって、今日絶対話したかったんですよこれ。もうね、初詣行く人いると思うんで、もしかしたら皆さんね、返すときに、そのね、今年一年ありがとうございましたって お守り返したときに、もしかしたら、はいはいとか、今年も、来年も、守ってあげるからねとか、その、おのおのの神様がね、言ってくれるかもしれないんで、耳を澄ましてみてくださいっていう話です。はい、ありがとうございました。